一つ。江戸時代ポルトガルよりガラスが伝わった町長崎。18世紀に作られていた隷酒用の酒器長崎チロリは製造工程などの資料が残されておらず途絶えていた。これを親子2代で復元し現代によみがえらせたガラス職人がいる。匠の蔵長崎チロリの本体を作る。今でもその10個作って10個成功っていうのにいかないんですよ。はい、毎回そのガラスの様子だったり僕 の、 その体調だったり。そうですか。匠をしてもその100発100中というわけにはいかない。そうなんです、はい、いろんなですね技術の結晶がチロリっていう感じなんですよね。拭くだけではダメだしガラス回すだけでもダメだしいろんな要素が合わさってできるのがチロリなんですよ。ガラスはすぐに固まってしまうため複雑な形でも15分以内で作らなくてはならない。本体部分はほぼ完成。一番大変なところは、そうですね、やはりこの口の注ぎ口ですね。はい、はい、そして注ぎ口をつける。ガラスは温度が高いほど柔らかい。吹き込んだ息はまだ温度が高い注ぎ口の中心を通っていき穴ができる。ガラスが冷め、色がオレンジから瑠璃色に変わる瞬間。ちょいブロロ、はいストップ。ちょいブロロ、ブロロ、もうちょい、オッケー、いいよ。なだらかなカーブの完成、お見事。美しい球体に柔らかな曲線、長崎チロリが現代によみがえる。